最終的に何人今64。強いその人ら。64見てくれてるからありがたいですね。一気に奪ってみせましょう。やめろお前、やるなって。増えるかな。 Wi-Fi 切れ Wi-Fi 切れ早くWi-Fi やってないやつ。 Wi-Fi 切れ。みんなとどまれよ。すぐ勝つかな。とどまれほら。人数どうなるやろ。やってみる。減った人数今何人。今64。まだ64。お前はサーヤのロイター版なんだよって言われた。ロイターにもなってるかい。ロイター版ってお前。ロイターにはなってないわ。最近聞かないだろまずロイター版って。はい、始めてみます。やばい、始まっちゃうぞ。みんな行くなよ。横画面にしたいな。やめとけみんな。どうもふわっち道場4級です。行くなよ。よろしくお願いします。なんとなくうっすらこっちも聞こえるから、あ、それ聞いてみんな。3人こっちに流れて。あ、西田から来ました。バイバイ。西田から来たよ。西田から移動しました。55人になった。やばい。1位狙おう。終わるぞ。え？やばいやばい。減ってる。どんどん減ってる。ありがとうございます。一気に10人ぐらい減った。頑張れ頑張れ。わざわざ来てくださってありがとうございます。みんな頑張れ。残れ。残るんだみんな。38人。わざわざ見て。38？半分ぐらいだった。めっちゃ減ってるやん。すいません。頑張れ。私あとツイッターで言ってないからね、これ今。ツイッターでも言ってないの。言ってない。頑張れ、持ち直さいみんな。戻ってこい。ただ流れていってるだけってこと。西田の方嫌だった。大変な思いをされましたね。西田の方嫌だった。辛い思いをさせてしまってすみませんでした。ここに残ったのが西田の真のファン。その通りだ。なるほど。その通りだよ。西田の真のファンだよって言ってくれてさ、と思った瞬間にクソハゲ生きるのやめろって言ったから。もうなんでもないよこんなやつ。クソハゲ生きるのやめろだもん。辛辣すぎる。西田以外にはマジで食っちゃダメだよみんな。ほんま良くないよな。うん、西田。本当にそう。部活行ってきます。部活行ってらっしゃい。何の部活ですか？ティーンで部活やってる人、本当に部活大事にした方がいいですよ。その時に頑張ったことっていうのは人生の糧になりますからね。キラン。すごいなこいつ。ふくらうりさん。人気取りがすごいなこいつ。今何中？今ですね、YouTube の撮影。今日01っていう生放送に出た後に、今ここの事務所でYouTube の撮影をしていました。西田後ろに映らないで。いいだろう。最悪。西田黙って。黙らねえわ。ゆらさん、さりげなく映り込んでるのきつい。うん。よくわかりますその気持ち。お気持ちを察しします。映り込もう。カメラまさか。ハゲの薬効果出てる。ハゲの薬がね、3ヶ月ぐらいかかるのよ。西日に当たってるハゲを見てごらん。ちょっと今好転反応で逆に抜けてるっていうその心が折れる時期だから。あっちはあっちで興味深い配信するのやめて。ミノキのね影響らしいんだけど。ミノキって呼んじゃってるもう。ミノキシジルの。プロペはね意外と大丈夫なんだけど、ミノキがやっぱ好転反応で髪が抜ける時期やらしくて。プロペって。性欲落ちた？あ、それ気になる。実感はないね今のとこね。実感はない。うん、めちゃくちゃだって平均3回戦らしいからね西田って。めちゃくちゃもうじーってる。おなってるじゃなくてじーってるっていう。じーってるわ。昨日何で抜いた？あ、昨日はエロ漫画ですね。え、漫画で抜ける？漫画で何でも抜けます。エロ根菜でも抜けるから。マジで？女体っぽくなったエロ根菜。女体みたいな人参とか。あれでも全然抜けますわ。やめとけってマジで。見たことないよ、そのエロい野菜で抜いてる人。食べれるしなさい。多分玉が小さくなるよ。だって大丈夫だよね西田。金玉めちゃくちゃでかいから。レンチェンでめちゃくちゃでかいから大丈夫。コストコで買ったみたいな金玉で作る。業務用金玉だよ。業務用のでかくて安いやつだから。でかくて安い海外の。大丈夫。青や赤をふんだんに使った金玉ですから。なんか開けたら。今64人ですね。最後のトークしてみよう。チャレンジ。お題、大きな買い物の話。パソコン、掃除機、車など何かと大きな買い物が必要になるこの頃、最近した大きな買い物について。さっきビッグカメラで買ってきましたよ。何買ったのこれ。ですね、私顔がやっぱ酒飲むからむくむんですよ。顔に電気通るやつ買いました。顔に電気通るやつこれ、あ、見せたいな。普通ちょっとごめん、一回天井見せます。おーい、西田が撮りまーす。最悪。はい、どんどん人を減らします。みんな今その時間を耐えるんだ。その時間に耐えるんだみんな。どっちにも打つ量に変な顔します。最悪だ。みんな頑張れ。消えないでくれ。ご飯中の人ごめん。よし。ごめん、ありました。これです。誰それ。電気針ブラシって一時期私言ってたあれのヤーマンでも同じようなの出したんですよ。で電気針ブラシ20万ぐらいするじゃん。高いよあれは。超高いのね。それがはい3万です。あらでも2万9000円。それでもまあ高いんですけど、それでも高いよ。買い物してなかったんで今日ぐらいはと思って買いました。これです。あらヤンマーじゃなくヤーマンのなんかホーム系のやつ、エステ系の出してる水、これで髪をグワッてやるとブラシみたいな感じなんですね。そうとか顔もバーってやるやつです。これですね最近の買い物。西田見に行ったらコメント少なすぎて笑った言うなお前そんなこと。お前がバラされとるやん。お前がコメントすればいいんだろ。こっち来いよお前。名前なんだお前。マヒちゃんかな。マヒちゃんか、はい、お戻ってこいこっちほら来いよほら早く来い。コメントしろ。なんだ戻ってこいってコメント来い戻ってこいよ。あ、来たよ西田。来てるすごいありがとう。みんな言う通りなんだって。あんまり読まないから。あ、俺がコメントあんまり読まないからちょっと言いなくてもいいやってなっちゃう。そういうとこやねんな。マヒちゃん、おバイバイって言ってる。なんだろう、アイテムかな。マヒちゃんが逃げるぞこいつ。また戻る。お、あっち行くぞ。おい見てろみんな。さらし上げろみんなでみんなで悪口言ってやろうぜ。あっちに行ったやつのこっち残ろうよなみんな。やっぱさやさんって来ましたおかえりおかえりなさいわしちゃんおかえり。明るいなみんな。おかえりわしちゃんってみんな言ってますよほらあったかいねこっちのコメント欄は。ありがとうございますって言ってるよまひちゃんが。うん、おかえりなさいって言って。ナイス判断まひちゃんナイス判断無事でよかったまひさん。そんなスラム街じゃないからこっち無事ではあるだろそれ。マキちゃん除菌してる電波に乗って金いかないから除菌とかいらないから。汚いと思われすぎだろ。西田心広いからいいけど。そうよ、私は家特定してそいつん家の前でうんこしますからね。すごいな。うん、そんなん書かれたしが報復方法がもう本当に急いでプログラミングとか習ってもうハッキングして家特定してうんこしに行きますから。そんなうんこで反撃しようとするのさ同じぐらい嫌な思いさせますからこっちはね。もっとあるだろう、うん、この前太田光がラジオで今後一番活躍するツッコミ芸人は西田だって言ってたよ。そんなわけないじゃん。爆問のそんな騙されるわけないじゃん。わかるってそんなの言ってたら俺の耳にも入ってくるからそこいついつもエゴサしてるから。そうだよ。そろそろ私は82人もありがとうございますね。25位まで引き上げてくださいました。25位これ33位だわ。ちょっとみんなじゃあお疲れ様です。まだ5級の33位だわ。やばい。霜降りせいやさん褒めてたよ。褒めてるわけないそれなんだやろうな。褒めてたらなんか腹立つな。俺の耳に届くんだよ。それめっちゃショックだな。なんかそれ嘘なの。褒められてないんだから。さやさん終わったからみんな戻ってくんじゃないこれ。どんどんさやさん終わっちゃったよ。ああ71人まで増えた。すごい。さやさんが終わったやっぱさやさん人口がこっちに流れてきてる。四千頭身がラジオで褒めてた。そんなわけない。このくだりおもろそう。なんなんそれなんなん。褒められてたら一瞬でわかる嘘つくなよね。それなんなん。来るんだからそれは。いろんな芸人さんが西田褒めてんのなんなん。褒めてるわけないじゃん。西田褒めるわけないじゃんみんな。そうだよ。なんて言ってたの。他の人も。菅田将暉がオールナイトニッポンで言ってましたよ。分からへん。聞いてないやろ。でも分からへん。聞いてないでしょ。星野源も褒めてないしタモリも褒めてないよ。Mステね。タモリクラブかな。呼びたい人みたいなのあげたんじゃない名前。原監督も褒めるわけないじゃない。どこ褒めんだよ原監督。何のプレーを褒めるの。ヒロミは怒ってましただけ本当だよ。